はい、どうぞ、こんにちは、のです。今回はですね、さあ、いつも結構値段の高いデッキを紹介してきたと思うんですが、今回かなり安めのね、はい、低レート寄せデッキ使っていきたいと思います。さあ、UR はこの悟空1枚で、あと高いカードといっては、まあ、このブロリーのね、はい、最近値段が上がったブロリー、これぐらいかな。で、まあ、デッキの総額で大体、まあ、2000円いかないぐらいで一応組めるようになってます。はい、こんな感じで、一応ライチの枠が、まあ、自由枠みたいな感じなんだけど、まあそうだね、ここの枠に関しては、まあ、好きなカード、例えばヒーローアバターとか、あとはタンバリンみたいな、まあ、耐久力に優れたカード、ね、それを入れるといいかなって思います。はい、とりあえずデストロンガスライチ安い割にめちゃめちゃ刺さるんで、今回これにしているっていう感じです。はい、ゴンゲビルスとかね、来たら結構いい感じなんだけど、でアプリは2ラウンドで、さあ今回のデッキね、開幕ニット1を狙えちゃいます。はい、こちらベジータ BR がエナジーチャージニット持ちで、自分チームのヒーローエナジーを2倍すると。はい、でこれでね、開幕ニット狙いながら、勇気づく仲間と堅実な戦法でバフをかけると。はい、これでダブルでバフをかける。でビルスのパワー相当これ上がるので、気まぐれの破壊衝動が強いと。で、冷静、沈着冷静ユニット、違う、沈着冷静ユニット合ってるかこれで2ラウンド目で、ね、ユニットを使うことによって、さらにバフをかけることが可能です。さあ、パワーもりもりデッキ、対する相手のデッキが、まあ、テンプレターレスみたいな感じかな。あー、なるほどね、これはまたきつそうなのが来たけれども、いや、なんとかなるかな。これがとりあえずね、強いよね。まあ1ラウンドは怖くないし、うわ、 HP が低い、やべあー、なるほどね、とりあえず使おうか。 HP が何が低かったの、やっぱアバターがないとちょっとダメなの。いや、でもいや、これが強い。しかも極めししばらく空で、さらにパワーを上げることができるので、このラウンドでパワーが凄まじいことになる。ちょっと待ってね、ビルス、いや、まあいっか、これで。とりあえず時々玉でも記録回復できるしさ、いや、これ結構強いぞ。相手多分ガッチゴチの攻略デッキなんだけど、いや、張り合える気がする。ウェイとかさあ、極限ミス2ラウンドで投げます。これちょっとね、2ラウンド目に投げちゃうとさすがに持たないんで、そうだね、2ラウンド目でとりあえず1回落とすんだけど、相手が復讐の近いニット組んでくるから、まあ、それを考慮しないとダメだね。であとはキーソードロックをなんとしてでも当てたい。いやー、誰に当てるか、誰に当てるかだよね。グリアバ、グリアバでもな、グレンかな、グレンっぽいね。でもしくは、まあ、悟空 BR でもいいんだけど、いや、全部怖いな、全部怖いな。さあ、守りの構えもあると硬いね。でもさ、悟空よりもぶっちゃけ無効化できるし、このラウンドでパワー1万5000上がったよね、多分。そうだ、勇気づく仲間、時々玉、極めし力でパワーが1万5000上がってます。だこれ、待って、ごめん、言ったかも、これ。いや、ビルス当てればいけるかも。お、まさかのワンタウン切るかあれはまさかの、あー、うわー、きついな、硬い、ダマスで結構硬い。気でしろ、無理か。あー、でも9000ダメージまで、強っ、強っいいね、デッキの火力は結構あるよ、これ。ここ8000固定当てたいね、ビルスね。さあ、どうか、おいーおいー、最速 OK、 入った。できればこれパフェ取りたかったな。いや、大丈夫、いける、いけ、ダーン、はずー、強すぎー、最高リングアタック食らえた。あ、行った、これ、ごめん、行った、これ行ったんで、行ったわ、強っ、お、いいよ、来いよ、これ来た、これは来た、
キーソードロックと極円がある。極円で敬語しよう。ああ終わっちゃったわ。火力が火力がありすぎてこれやば強い。ああいった。え普通にやばいこのデッキ。待ってえびっくりした。ビルス火力やばマジで。はいこれねパワーが高ければ高いほどダメージアップなんだけど、まあ、固定で最大8000ダメージアップ、さらに技係数も高いんであのダメージという感じで、さあブーストも突入して KO だ。さあ復讐の誓いユニット組まれることなく勝てましたね。素晴らしい快勝と言っても過言ではない。はいまあちょっと今回はこれでいいや、もう緊張終わったと。はいということでね、いやこのデッキねやばい、バゼニアの強さじゃない。で、まあ、さっき言ったようにドクターライチの枠だけ一応自由枠で他は固定みたいな感じなんで、ライチだけはまあ他のデストロンガスかタンバリン、ヒーローアバターとかで代用してください。で2ラウンドにあの極限のゴッドメテオを投げられるんで耐久力多分そこそこはあると思う。でもう1回ビルスのね、はい、これもう1つ目のユニットが使えますので、これでまた気力回復と勇気づく仲間でバフがかかるんで、ここら辺でのコンボがすごい強いです。はいっていう感じでね、まあこれユニバースミッションの5段レア、ビルスなんですけど、まあ普通にこれ強いなって、思いますので、ストレージとかでね、はい、発見した際は買ってみてください。はい、トレバルさんとかでも多分売ってると思う。あそこピンポイントで買えるからああいうとこで買ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。さあおまけ映像としてね、ヒーローアバターデータちょっとこれねあんまり見せたことなかったから見せていきたいと思います。さあまあステータスはこんな感じで、一応カンストはしてて、友情上げだけ、2段3段やってないかな、 BM2 段3段一気にやっちゃおうかなと思ってずっとサボってて結局やってないっていう。はいでまあバトルアプリ、まあ1ラウンド2ラウンド3ラウンドとあって、基本的にまあ2ラウンドよく使うんだけど、まあ4000ミサイルとか、ゴッドトランクスで 40% 軽減7000で 25% 記録回復、65% とかで、アプリボックス4つ開けてて、まあこれは意味わかんないけど、エリア大会優勝アプリとか、まあここら辺は結構使えるかな。はい、ああそうそうそう、これとかね。まあ要はここら辺って、戦闘力制限ユニットとか復活ユニット使うときはまあこれに変えて、その他のときは4000固定で、さっき一枠無駄なやつがあったと思うんだけど、ここに乱世を入れようと思っております。はい、であとはまあ3ラウンドとかはそうだ、ね、たまに使うけど、まあ、一応7000と4号ミサイルとって入ってて、まあ、これが5000だったらね完璧なんだけど、はい、極限進化も最近そんなに使う場面がないけど、いやまあいざ使われたらやっぱ強いよね。はい、であと 40% キラーとかで友情5倍ね、はい、5倍ついてるんだけど 1.5 倍とか、1.9 倍とかね、これ集めてたらね自然とこれぐらいになるんで、まあまあまああとはファイナルラウンドがこんな感じになっています。で、お気に入りスタンプがこんな感じで、いやーまあね基本的に使うのはまあここら辺だね。うん、王道というかもう使われて不快感がないからとりあえずここら辺は使うでしょ。でまあさすが私もたまに使うかな、こうなんか前のラウンドですめちゃくちゃいいさばきとかチャージインパクトを押せたらさすが私で、いい勝負だったよは一番最後に使うやつで、まあ、これ使いたいんだけどあんまり使う場面がないっていうねあこの2つが使う場面ない、好きなんだけどどういう局面で使えばいいか分かんないからさ、で、まあ、楽しもうじゃないかも結構使えるかな。で今回多分また第2上昇するからそこでまあ神に挑むとは不動着物目、これを変えようかなって、思います。はい、そんな感じですかね。あーちょっと待って、ちょっと変えるかこれケニーセットこれかわいいミラクルスタンプはたまに使うね、なんかかわいいじゃん。で押されて別に不快感ないからまあこれたまに使うかなっていう感じで、はい、あーそんな感じですかね。はい、とりあえず今回まあおまけ映像としてね普段見せない、はい、裏側をちょっとお見せしてみました。はい、まあぜひぜひ皆さんこのデッキねすごい使いやすかったんでぜひ真似して使ってみてください。多分これだけちょっとね入手が逆に難しいかもしれないけど他はまあまあまあ揃えやすいカードで揃ってるんで、はい、ぜひ真似してみてください。ということで本当にご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日のノアチャンネルは終わり、また見てね。